ちは、メイです。前回は美咲のシンプルなクリエイトをしたので、今回は自宅裏のクリエイトをやっていきます。美咲のクリエイトをした時に麦畑を置いたところですね。ここの自宅裏に畑を作り、自宅の前は採れたて野菜を食べるスペースです。マップ上で言うとこの辺りを島クリエイトしていきます。小さいエリアに小さな畑を作ります。それでは早速作っていきます。飲食スペースと畑のスペースを明確に分けたいので、この辺りに柵を立てます。行き来がスムーズにできるように2マスほど間を空けて、家の後ろにも柵を立てます。家の後ろの柵は見えないかと思いきや、ちらっと見えるのでしっかり立てておきます。家の前から整備していきます。畑の方はどうしてもギュッと詰め込むような感じになるので、バランスを取るために家の前はシンプルにします。柵の後ろの島種リコを置くとおしゃれに見えるので、好きな組み合わせです。シンプルにする時のコツとしては、空白を多めに取るようにしています。今回はこの空白に対してだいたい真ん中に来るように家具を置きます。そうすることで空白が上下左右にバランスよく取れます。家具をたくさん置いていないのに、空白の真ん中に見せたい家具があるだけでシンプルにまとまって見えますね。あとはこの景観を崩さないように畑や雑草を植えていきます。秋の獣道の近くには茶色い雑草を植えます。これで家の前の採れたて野菜を食べるスペースは完成です。次は本日の主役、小さな畑を作っていきます。ここはかなりごちゃっと詰め込むので、シンプルさは皆無です。今回はサイロと風車を半マスずらしておきましたが、直線に並べておいても可愛いかと思います。野菜を斜めに植えていくので、野菜を植えるところに黒土の道を敷きます。野菜は1種類を3つずつ植えていきます。この野菜はずっと浜辺に放置していた野菜なので、かなりしょっぱいです。塩害を受けずに枯れていないのでセーフです。畑っぽくボリュームを出すために低木を植えます。低木は近くに植えすぎると野菜が収穫できなくなってしまうので、少し間を空けて植えていきます。野菜と野菜の間を黒土の道で埋めていきます。今敷いた黒土の道のところに花を植えます。野菜とともに砂浜に放置されていたオレンジのヒアシンスが植えてくれと叫んでいたので植えています。麦畑が直線的すぎるので、少しだけ麦畑を足します。直線がうまく緩和できなかったので、斜めからの写真は撮らないことにします。畑の前に土の道を敷いていきます。土の道を敷くことで畑と家の前の明確な分割ができます。畑の上側は有刺鉄線の柵を立てます。柵
後ろに麦畑を置くのも好きな組み合わせです。畑の右奥の部分も飾り付けます。ここは採った野菜を洗ったりする場所です。この畑はピーターラビットのマクレガーさんの畑を少しイメージしているので、ウサギに狙われている畑としています。畑にウサギがいるだけなので再現度は低めです。採れたての人参をウサギのトラップ用に置いていきます。まだ畑を狙うウサギがいないので、ウサギを置いていきます。粒子鉄線を乗り越えたウサギを配置します。家の前のスペースにもウサギを置きます。ウサギをせっかく置いたのに目立たないのと、野菜に花が咲いているように見せたいので、色や花の種類を変えます。色を変えたらウサギは目立つようになりましたね。これで全て完成です。ウサギに狙われた畑作りはいかがだったでしょうか。畑にウサギを散りばめるように置くと可愛い印象になりますね。畑にウサギを置いてみたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは完成ムービーをご覧ください。